こんばんは。こんばんは。熱い。みきやくん優勝。ありがとうございます。優勝。夏ですね。24度。暑。ヤスルパンさん、クマ、ありがとうございます。風邪ひきました？マジ？え、多くない？そういう体調崩しやすい時期なのかな。え？ほんまに？たかしさん、タコ、ありがとうございます。暑い。なんで長袖を着たんだ私は。夏やね、花火したいねって。早い。花火か。え、ほんまにって。風邪ひいてるのかいって。風邪とかひくんだ。強そうなのに。あ、そう、洗濯機頑張ってるんで。ちょっとうるさいですが、うるさいですが、こんばんは。めっちゃ洗ってます。めっちゃ洗ってます。やあやあ。卵サンドさん、タコ、ありがとうございます。こんばんは。本日のアイス、久しぶりの、久しぶりじゃないか。本日のアイス、生活感出てるでしょ。いいでしょ。涼しい、涼しくさ感じん。洗濯機で。ちなみに人生で3回しか風邪ひいたことない。え、じゃあめっちゃレア。俺の分はない。一緒に。そう、洗濯機で涼しさ感じてる。水の音、水の音だ、波の音だみたいな。水の音だ。何味でしょうこれ。みかん。みかん。メロン。正解はメロンです。メロン。メロンのアイスって珍しくない？しかもめっちゃメロンの匂いする。メロン、メロン。こんばんは。キャー、スプーンに反射する部屋が。スイカじゃないよ。メロンの匂いがする。メロンのアイスから。メロンの匂いがする。いただきます。あ、カチカチ。これはあのショールームのアイス。涼しそうな水の音。だからたまに洗濯機って暴れん。ガタガタガタ、ドンドンクシャンみたいな。それ起きたらどうしよう。
何事みたいなね。おいしい。暴れる、たまに暴れる、何事みたいなね。多分そう、洗濯機自体が浮き上がるんかな。そう、めちゃくちゃ暴れる日ある。そう、ガシャガシャガシャ、バコンバコンバコンマジ。お、メロンメロン、素晴らしい。メロンアイス食べてるリカちゃんが可愛くてメロンメロンだって。すごいかかってる、メロンメロン。メロンだ、メロンの味がする。座布団の何枚だろう、3枚。平均的な枚数か分からんけど、服部さん、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。ウサちゃんが一匹いない。救出、うるさいな、もうちょい扉閉めてこなきゃ。子供の頃メロン苦手やったけど、二十歳過ぎた頃から好物。え、メロン苦手？マジ？皆さん、チェキ会はもう申し込んでくださいましたか？チェキ会でペコちゃんやろうかなって思うんだけど、ペコちゃん1枚何が見たいですか？逆に高数日で一番ハイな感じする、誰が？ You Me 洗濯機。こんばんは。でも配信はやっぱここが一番やりやすいわ、実家より。うどもさん、おししかかたん、ありがとうございます。新しいパターンって何？え、3枚、そうそう、だから3種類ぐらいで、1つがペコちゃんです。そう、実家だったらね、なんか家族との時間過ごしたすぎて、しかも配信がおろそかになる。チェキは当日に撮るよ。こんばんは。それは昨日感じた。でも昨日は配信終わった後は何もなかったよ。もう弟もいないし、お父さんお母さんは部屋に引きこもってるし、お風呂入った。食べ過ぎたからダイエットしなきゃ。そう、昨日は素だけはあったしね。うどむさん、タコありがとうございます。タコ
弟ロスロスだよ、もうホームシックだもん。ちょっと考えないようにしないと、ヤスルパンさん、タコありがとうございます。ラジオ面白かった。普段の配信聞いてる感じ、そうやね、この感じでラジオしたもんね。ミキヤくん、タコありがとうございます。タコさみしいよ。スダキュン、スダキュンはマヒナさんとのこととかを喋ったよね。やっぱタコ持って帰ったよ。ちょっと手元にはないけど、ちゃんと。アイス美味しい。メロンシャーベットみたいな感じ。たけるくん、タコありがとうございます。メロンメロン、うどむさん、タコありがとうございます。それだけ起き出してきた。いやまだこれ序盤よ。最後が一番やばいから、もう飛び跳ね、飛び跳ねてくるから。花だれ、23日の花だれ、やろー、公開、公開されてたよね、さこちゃんの生誕祭。23日だったかな、平日ですけども。25が次帰る土曜だから木曜、木曜日、ちょっと久しぶりの花だれなのかな。それでもないかな。いや久しぶりなのかな。2月ぶり ?3、4、 まあ2、3ヶ月くらいか。まあ普通か。鼻割れがあんまないもんね。そんなもんか。じゃあ、あ、4月あった。じゃあ全然久しぶりじゃない。あやパル出るかと思ったら違ったね。でも逆にさこちゃんのは私なんだって思った。スタジオだからさ。あ、ももちゃんのがあったね。確かに最近じゃん。うんうん、全然久しぶりじゃないわ。さんと福さんも選んだ。え、さこちゃんの日は他に誰があるっけ。あ、そういうこと。千穂さん、福さんの方を一期生さんにしたから、さこちゃんも私ってこと。
るほどね。福さん、福ちゃんって書かれてあったらさ、ちゃんで呼べないからさ、福さんになっちゃうんだけど、千穂さん、福さん、ね、福さんの日福さん、だからめっちゃ美味しいんだけど、メロンのアイス、何事。しかもメロンのアイスってあんま売ってないけんさ、ゲットできんじゃん。ちょっと洗濯機うるさいね。ドア閉めてこようかな、行こう。あかりちゃんさん、福田さんです。何秒ドア閉めますって。うん、7秒。終わり。福田さん、完食。パンダのぬいぐるみの洗濯お願いします。え、ぬいぐるみってさ、洗濯していいのかな。いっか、なんか絞りきれなそうじゃん。干したらいいのか。乾燥機、こんばんは。大量のさ、チロルチョコ持って帰ったけどさ、食べきれるかな。めっちゃこぼれてるし。あ、これね。コインランドリーで洗ってるぬいぐるみ、めっちゃあるよね。でもさ、いるやん全部。うさぎ、ちいかわだから。ちいかわ、え、箱は置いてきゃ、置いて帰った、置いてきたと置いて帰った混ざった、置いてきゃ、置いて帰ったんですけど、昼は恥ずかしいので深夜に洗ってるって。どんなぬいぐるみなの？恥ずかしいぬいぐるみ。あ、そう、チーカーのチロルチョコがあるんですよ。全部チーカーなんです。あ、落ちた。モモンガ、座れ。ポケモン、モモンガ、ミキャンとかシカとかカメとかです。
シカとかカメとか、あ、心当たりある。シカとかカメとか、なんで恥ずかしくないよ、ちゃんと笑ってるんだね、えらい。カメくらいなら洗濯機でいけそうだけどね。全身にグッズをまとうと洗濯も大変そうだよねって。あなたはカメはどうされてますか。乾燥機にかけるか、めっちゃ天気のいい日に天気干し、天気干し、いや紅マドンナグミ、クリーニング屋に持っていく？え、恥ずかしくない？クリーニング屋さんでカメを渡すの。これお願いします。サイピエさん、だるまありがとうございます。アバター変わってるじゃん。だから私のアバターはいつからなんだろう。あれ、ベニマドンナグミです。どうしようかと。普通に洗ったらいいじゃん、家で洗ってコインランドリーで乾燥機したらいいじゃん。100円で10分、恥ずかしかったら家の洗濯機で回してコインランドリーの乾燥機。家に乾燥機があるんだったら家で、家に乾燥機あったら家でいいんじゃない。最近は100円で8分になってます。マジ？私のところは100円で10分。あ、乾燥できるんだったら家でやったらいいじゃん。家に乾燥機欲しい。でも置き場がないんですよね。100円で15分、いいな。いいな、めっちゃいいじゃん。田舎。果汁何パー、これ書いてないか。カメが洗濯機で回ってる動画、ドラム式なら見えるかな。思ったより美味しかった。ハマるね。なんかグミだからと思って舐めてたら美味しかった。美味しい。カメだけで一回回すのって、うん、服もだけ強制的に下着も晒すっていう。
ね、普通にめっちゃみかんの味した。グミだからさそんなにと思ってたけど、めっちゃみかん感じる。すごい。タイピエンさんタコありがとうございます。アバター変えたな。やましいことがあるのか。すだち、すだちってどんな味するんだろう。すだちってあんま食べる機会ないじゃん。あんまっていうかほぼ投げないよね。日本グミ協会、今日グミ食べてます。グミ協会に入らなきゃ。すだち、すだち食べる機会ってないよね。あ、爪かわいい。遅いぞ。そう、ついにピンクにしたの。いつも青にしちゃったけど、今日行ったのこれ。まあ簡単なやつですね。でもこれつなぎの間の、6月にはもっとかわいいやつにしようと思ってるから、それまでの、まあまあそれまでのやつ、やつグラデーションになってるの。グラデーション、上の方がラメラメで下の方はラメラメじゃない。そう、まあ5月はこれで持つかな。結構伸びるの早いよね爪って。なんか2週間ぐらいで変えてる気する。2、3週間で。でも調べたらね1ヶ月半ぐらい持つって書いてるんだけど、爪が伸びるの早い。ピンクにしてみた。気づくの遅くてすいませんね。一番に気づくと思ったのに。え、そう、あれもったいないなと思ったけど、ちょっと伸びが気になったんですよ。1ミリぐらい伸びてて気になった。気にせんかったらいいんやろうけど、気になるんですよね。だから変えちゃいました。爪見せピンク。え、今日ももう青のラメに惹かれすぎて、もう青って言いそうになったけど、今日はピンクにしなきゃっていう強い意志で。ピンク、ピンク可愛いね。やっぱラメラメに惹かれたけど、なんとか耐えました。可愛いです。え、ピンクより青ですよ。そうだから青が良かったけど、でも人間って爪ピンクじゃん。だからピンクの方が血色が良くて綺麗かなって思って。青ってなんか血色悪いじゃん。だから爪には青合わないのかなってなんか思って。そう、爪はピンクの方が可愛いのかなって思ってさ、血色がよく見える。スクショどうぞ。あ、でも同化して見えんな。逆に青持った方がいいのかな。両方ふぅ。こんばんは。同化してるわ。手見せようとしたね。全然見せれんかった。スタバ今日はないよ。だって昨日から我慢するって決めたじゃん。私ちゃんと守るから。そう、ダイエット始めるから
明日から、今日はまだできないけど、帰ってきたばっかなんで、明日から広島生活なんで。青目立つね。でも青めっちゃ可愛いよね。でももう6月は青にするよ、誕生日。でもなんかアーシャの撮影の時になんかあの写真チェックしてくださる方がなんかどうしてみんななんか青とか緑とかなんか渋い色にするんだろうみたいな言ってて、ネイルつぶやき、爪はピンクとか赤とかの方が可愛いよみたいな言われてて、でもみんなは衣装に合わせて青とか緑とか、そうなんだろう、暗い色そうにしてるじゃん。だから衣装に合わせてるんだよって思ったけど、確かにって思い始めて、今確かにって思った。爪ピンクの方が可愛いかも。そう、私の好きな色は青なんですけど、爪にはピンクが合うのかもって思って、それ聞いて確かにねって、なんか緑とか青とかよりもね。ちなみにね、この下は地爪なんですよ。ピンク塗ってない、透明塗っただけ、地爪の色です。今日は一色のオーダーなので、このキラキラだけのオーダーで、ここは透明をかぶせてるだけなので地爪の色、ピンク塗ってないんですよ。これ一色だけしか、一色だけのやつで頼んだので、今日はピンクラメで頼んだから、こっちは地爪の色なんですよ。ピンク塗ってると思うじゃん。ここは透明しか塗ってないです。今日はピンクラメ、そうクリア塗ってるだけで、上半分にラメ塗ってる。ここ地爪なんですよ。そうツヤだけ。なのです、そうコースによって価格違う。もう今回は手抜きです、一色デコとかなし。デコでも可愛い、やっぱでも柄入れの方が可愛いかもしれんな。単色の方が可愛いかも。柄よりも早くスタバ持ちたいけど、単色だよ。単色でオーダーしたから一色しか使ってない。にゃ、あ、てかスタバの新作さ、いちごじゃん。いちごめっちゃぴったりやん。いちごを持つための手じゃんこれ、まさに。キャーいちごのための指じゃないかこれは。ね。あ、新作はセーフ理論そんなんあったっけ？なんか結局どうなったんだっけ？3ヶ月我慢するって言ったんだっけ？それとも新作だけにする？3ヶ月だけ。それとももうこの1年新作しか飲まないにしようかな。3ヶ月じゃなくてもう12月まで新作を1回しか飲まない。あ、月1 OK。 結局どうなったっけな。2025年まで新作を1回しか飲めないにしようかな。こんばんは、大熊猫さん、タコ、あ
ありがとうございます。公演コンサートとレッスンの日は OK で思いだと思います。あ、じゃあ金土日で月飲めるな。何やって。そう、いちごは明日からで、今は先行販売がある。何登録したら先行販売に飲めるの、あれ、アプリ。ちょっと自分にご褒美あげたい。やだ、私そんな甘くないので。あ、お前のアプリ会員ならいける。じゃあいけるか。まあもう今日は無理だけど、新作を1回だけにしよう。2025まで。痩せたい、顔の肉を落としたい。やっぱ痩せるのが一番いいよね。キャラメルマキアートはダメ。新作は2ヶ月に1回ぐらいかな、2ぐらい。新作が美味しすぎても飲まないよ。スタバ以外のコーヒーも禁止。うん、飲む。コンビニとかでは買わないけど、飲食店でアイスコーヒーは頼むかも。まあなるべく控える。プロフィール写真よりだいぶスリム。でもさ、プロフィール写真めっちゃスリムじゃない、顔、海のやつ。スダキュンでもほっぺたの話になってたね。やっぱハムスターって言われてたよね。そんな風に見えてるのか。ハマも今のは太ってますよ。実家でめっちゃ食べたので今激太りです。投げほっぺを広めていくの、そういうこと。ほっぺがハムスターみたいなんかと思った。今の可愛かった。ハムボ、ハムボって知ってる？ハムハムボイス。だるま、ありがとうございます。きつねさん、タコありがとうございます。でも動物で例えるとハムスターって言ってたじゃん。でもほっぺがムニムニだからとは言えないから、投げほっぺにくっつけてくれたんじゃないの、あれ。ほっぺがパンパンでと言えんから。こんばんは。ハムスター。でも私タヌキとか言われるから、ハムスターは初めて言われた。あ、ほらタヌキって言ってくる。投げほっぺにつなげたかった。マジ投げほっぺは最後のあんなんか付け出しかと思った。投げほっぺ、あ、投げほっぺもしてるし。ハムハム、投げほっぺをもっと広めたい。
どこに広めたらいいんだろう。そう、四国にはもう浸透してるし、2期生にも浸透してる。1期生さん2期にはもう浸透してる。韓国だったら抜き顔人気。嘘、韓国の人ってなんか狐顔じゃない？女性みんな主なって感じの。マジ？じゃあ韓国行こうかな。2.5 は確かに知らんか。まだ投げほっぺ。こんばんは。言っただけで狐になれるんかい。違うよ、たぬき顔がモテるって言ってたから行こうかなって。はーい、あにょーん。確かに韓国行ったら狐になって帰ってくるかもしれん。帰ってくるときキャリーいっぱいになったって。うん、あんまり今回はあまり買い物してない。姫でちいかわグッズぐらい。日本でもモテる。韓国旅行したいですけどね。狐になって帰ってきたらさしてますね。鼻ツーンってスーンってシューンってやーって帰ってくるかもしれない。ちいかわグッズは紹介したやつ全部持ってきたよ。持って帰った。まだカバンに詰めてる。まだ出してない。たぬきと狐。その時はルイさん、だるまありがとうございます。だるま、投げ鼻筋やだな。投げんでよくない？鼻筋やったらなんだろうな。鼻筋でグサッみたいな新しい。鼻筋で刺しちゃうぞグサッと鼻先をとんがらして。全然可愛くない。ことがゆきりかすぎる。鼻先差しだ。こんばんは。すだち食べよ。すだち、あ、すだち昨日食べればよかったな。すだきなんか懐かしい味する。美味しい。なんか食べたことある味する。思ったより酸っぱくないね、スタチって。グミやけんかな。なんかレモンぐらい想像してたから、懐かしい味する。
出会ったことある過去に。ヨンさん、だるま、ありがとうございます。え、全然酸っぱくなかった、甘め。グミやけんかもしれん、徳島の形、愛媛の形、かわいい。なんかの味がするな、なんだろう、なんか勧誘系、勧誘みたいな。四国の形。育ち、20% になった。グミ見てたら止まってたわ、みんなが。勧誘って知らない？なんかグミみたいなさ、ちょっと甘めの。ツアー徳島、すだち出てくるかな。徳島、そう、充電。そうやね、徳島はこの前行ってないもんな。この前っていうか四国ツアーで、私は愛媛高知組だったので。ね、メール送らなきゃって思ってる。57分頃に。そうそうそう、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。そう、徳島はあんまり行ったことないかも、そう思ったらね。2期のツアーでも行かなかったから、徳島は。徳島ラーメン、生卵入り。生卵、こんばんは。何のメロディー？アイライフさんです。ノートキスハグ、テテ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 。知らんでしょ、ずっと頭から。毎日聞いてるんですよ、キスハグインベーダーです。アイライフさんです。そう、毎日音楽聴いてる。ガンダムのテーマ違う、似てる。そう、アイライフさんです。ガンダムか、まあ詳しくないよね。そうだよね、詳しかったらびっくりだわ。やばい、メール送らなきゃ。ポケモンかと思いました。絶対ないから、ポケモンは。安心して。トキセンさんか。あと最近ハマってるのは、あのキルリンとしてみてみたいな。ちょっとせ、わからんけど、キルリン、そんな感じのグループマジあるんですよ。メールメール、キルリンってしてみてかな、なんだっけ、そんな感じの。メールメール、メール送らなきゃ。終わろうかな、悩ましいな、帰ってくるか。あ、知ってる方いる。
キルリンってしてみて。お、合ってる。2回目の方合ってた。あのツインテールは二十歳までの歌とか結構有名な。 MM さんタコありがとうございます。知らないと。だから25度近くあるんだけど、やばくない？私の部屋では。壇上読みます。13位理化学研究所さん、12位アキさん、11位ルイさん、10位翼欲しいさん、9位キチネさん、8位大熊猫さん、7位タイピーエンさん、6位ひとしさん、5位猫さん、4位ヤスルパンさん、3位ミキヤくん、2位服部さん、1位ウドムさん、ありがとうございました。ってことで終わりますね。暑いよね。クーラーつけようかな。ってことでメール送ります。ありがとうございました。間に合うよね。おやすみなさーい。